Hello? Alright. We're back. I just went for a toilet break. Needs to go. Needs to flush the system out. You know what it's saying. Alright. Continue on. Let's see. 確かアルツハイマーだったよね。Waku-san. それ、he had Alzheimer's. Damn, did Shintani had Alzheimer's? Oh no, this guy. Oh yeah, he was an Alzheimer's patient, that's true. でも、from Okubo.結局今も誰が何のために枠を殺したかは分かってない。What if the motivation for that murder was a human experiment for 89? Probably. まあ落ち着けて。それ3年前の事件だろ。そんな前からアドデックナインがあったっけか。確かにアドデックナインの論文発表は1年前ですね。でも当然研究はそのずっと前から始まってたはずです。ん？え？ってことはマジかこれ。まだ何とも言えませんけど、この話もう少し掘り下げてみません。Right. Oof. Keep organizing the information. Oh, this is just like what part one, eh? さっきの人体実験説。もう少し話しないです。 Okay, we're not going back on. 続けてもいいですか? Oh yeah, sure. Yeah, sit my ass back down. もちろん。ショーノが3年前に人体実験をやったとして、なんで急にそんなことしたんですかね。本来なら臨床試験に入る前にもっと安全性を確認するでしょうし、ショーノの動機は何だったんです。Let me think. Why would Shono have broken protocol and experimented on Maku? やっぱり。Maybe he wants it out as possible, probably. 早く人の体で試したかった。Yeah. うまくいけば世界を救うって新薬だ。それでも正式な手順を踏んで臨床試験をやるまでには時間がかかる。I still wonder what the who the mole is, bro. そっか。でもショーノのそばには認知症の患者がたくさんいて、ちょっとくらいの実験ならまずバレないでしょうし、逆にうまくいったら万々歳です。それですぐにでも世界を救えるなら多少危険を冒してでも。でもその結果ショーノはまさかの副作用で患者を死なせてしまった。3年前の事件についてはやっぱりそれによる事故だった気がする。I was getting some big links. なるほど。ただし今は危険を承知で人体実験を続けている。モグラを使って。まだ仮説の段階だけど、今のところ筋は通ってるよな。さっきの八神さんの仮説でいくと、じゃあ大久保は本当に無実だったの。でもあいつその後恋人殺したよね。だから Why did Okubo do that? 寄せすぎる。That's the その話はまた。That's the million dollar question.Why did he do it? Why did he do it? DNA evidence from the victim was later discovered. What was updated? The text. Already read those. Oh, wait, hold up. You keep organizing.今までの話をまとめると、まず3年前、ショーノがアルテックナインの実験中に、事故で患者を死なせてしまった。ところがその人体実験は今も続いてて、だからハムラやモグラが恐霊界の人間を何人も殺している。いや、でもさ、ショーノにヤクザとか殺し屋なんて動かせる？普通の研究員じゃ金もコネもないよね。それを持ってるやつがショーノのそばにいるとしたら、ヤクザを動かせるような人？誰のこと言ってるの？ Who could have brought a simple researcher like Shono in contact with the Yakuza?
I'd be the health minister. Be. 厚生労働省の風見大臣。現役の大臣が小野のためにヤクザを動かしたってこと？本当に？確かに大臣なら力はありそうですけど。Yeah, you know, he could have. メリットが大臣にあるかどうか。Not like he. じゃあ他に誰がいる？小野の代わりに。There's no way it's Kido. The man himself. それは。Well, I guess that's alright. Well, I fucked it up. Alright, yeah, I know it was. I should have done. Could have done the fucking obvious ones first. Kajihira Group の会長 Kajihira Shigeru だ. Fuck, I fucked it up. God damn it, guys. それはちょっと。ん？モグラが殺してる協力会はそもそも Kajihira の手駒ですし、だいたい翔野と Kajihira にだって接点がないです。わかった。確かにそうだな。じゃあ。ショーノとハムラを取り持ったって結局誰のこと？創薬センターのトップ。Damn, this one's the one that's getting the fucking music again. なるほど。キドならセンターの金も動かせるでしょうし。そういえば。Fuck, I should have thought that harder than thinking that the minister guy is like sus, man. キドも一味です。いや、それはどうかな。なんだよ。だってほら、例の論文発表の時の記者会見。No, I didn't. What was his face like? That one. あんな無邪気なドヤ顔してたんだよ。Beaming. もし人体実験のことがバレれば破滅なのに。キドってそんなに肝座ってる人？まあそうは見えねえな。じゃあキドが人体実験のことを知らされたのはあの記者会見の後。Damn.そういうことならどうです。あ、まず翔野は何も知らないけど、アドデックナインの論文の筆頭執筆者にして、すべての手柄も譲った。大喜びの木戸はそれをあの場で華々しく発表したんです。で、その後実験で人が死んでるとか言われても、もう抜けられませんよね。多分そうやって翔野は木戸を一味に引き込んだ。木戸の金とコネを通じて、ハムラやモグラを雇うために。ってことなら、結構自然な流れじゃありません？ほうほう。なら、ショーノと木戸の力関係は見た目と逆か。ええ、やっぱりモグラの黒幕はショーノですよ。じゃあ、その場合よ。最初にショーノが殺し屋使ったのはいつだ？いつからモグラは動いている？ First time Shona actually used the assassin would have to be, oh. What, when Aku died? 3年前、ショーノが患者を死なせた時。I don't know, I really... その事件でモグラと繋がったんじゃないか。でも、ショーノが患者を死なせたのは多分事故であって、想定外のことだったんですよね。そこで殺し屋を雇う理由って何かあります？そっか。じゃあ、だからいつだ。Back in the Kyoei Yakuza? But wasn't that Amura? Might be where Hashiki died, I feel like.Let's just go through. 半年前にハシキを殺したのはモグラだったと思う。なんでだ？ショーノにとってアドデックナインを嗅ぎ回るハシキは目障りだった。でも犯行当時、ショーノにはタクシーに乗ってたってアリバイがある。この時ショーノは別の誰かにハシキを始末させたんじゃないか。じゃあ例の黒いレインコートの男がモグラだったってことですか？ああ腕のいい殺し屋なんてそう何人もいないだろう。キラーのようなこれもそう思う。ハシキが殺されずにいたらそのうち例の人体実験にも気づいたかもしれない。ええ、そうなったらショーノたちは破滅ですから、ハシキを始末しようとするには十分な動機です。
いろいろ辻褄は合うってわけ。いや、でもな。Looks like Sugiya still isn't totally on board. 言いたいことがあるんだろ？言えよ。Something on their mind? 今までの話ってさ、あくまで全部仮説でしょ？ Damn, the music is so loud. おまけにこれ、ちょっと八神さんに都合良すぎない？ん？都合良すぎってなんだ？3年前にセンターで患者死なせたのが小野って言うんなら、じゃあの事件で疑われてた大久保は完全に潔白だったってことでしょ。そうだ、判決通り、あいつは本当に無実だったわけだ。でも大久保ってさ、その後恋人殺してるよね。包丁で何度も刺して火までつけた。禁酒してたはずが相当酒臭かったってね。結局あいつ、本当は still a weird one, ain't it? だからみんな騒いだんでしょ。センターの事件で大久保を無罪にしたのが間違いだったって。やっぱりあれも大久保の仕業だったんじゃないかってね。でも八神さんとしては大久保が判決通り無実だったと信じたい。そして寺沢恵美が死んだのも自分のせいじゃなかったと思いたい。違う？いい加減にしろ、杉浦。人の古傷なんだと思ってやがる。僕はもともと自分が感情に振り回されやすいって自覚があってさ、だからフェアでいようっていつも努力してる。なんだと？さっきの八神さんの仮説を進めるなら、まず大久保の潔白を確かめなきゃ。創薬センターで枠っておじいちゃんを本当に殺してなかったかどうか。そんなもんどうやって確かめんだ？大久保に聞くんだよ。センターでの事件、君は本当に無実だったかって。大久保と直で会えってのか？でも死刑囚と会うには。弁護士なら死刑囚とだって面会できるでしょ。Binpei Okubo is still in jail. I could meet him, but 彼は俺を憎んでる。寺沢恵美の件で大久保はずっと無実を訴えてた。でも俺はそれを見捨てたんだ。もう諦めろってな。それでももう一度大久保って人間を見とくべきじゃないの？八神さんが。I'm assuming the mall was there. どうする？ Let's come on. Alright. Getting spicy. Arrange. Arrange a meeting. Yeah, arrange. That's it. わかりました。拘置所に。Oh. その間に俺はもう一度大久保の裁判資料を見てくるよ。We're gonna... 源田先生の。How many years has it been? Two years? I don't even remember. Three years?Yeah, I think it was 3 years still. Just around the same time, right? When we, Alright, out we go. We're running for it. Golden Mile. Actually, let's see the quick start, actually.Put in some money in.I think we can get our book, right? Strategy. Ultimate. Right. New skill. I'm missing one more. What am I missing?It says 47 out of 48, but there's a secret one, right? No? Have I gone crazy? Oh, no, this one. There we go.
don't know where we can find the book. Find the corresponding somewhere in the city. Damn, we're nearly there. Alright. Law office. Who's this from? Oh no, the Kahin gang, eh? Be my friend, black and blue. Anyone close? Honda. Yeah, he's kind of toughy. But... oh. That was Ryan, right? Thanks, Ryan. Good dinner without you. Alright, Honda, you and me. Had to burst that one out, especially with that help. Alright, screw him up. We can even go to the... oh yeah, we've got a bombless stomach, right? So we can eat as much as we like. Alright, there's a fight going on here. Fuck that one up. Oh shit, he actually got me. That was so much damage. Am I dead? You try. I shouldn't play with that little health. Shouldn't play around like that. God damn, that kick like took that bit of health. God damn it. How far do we... I wish it was as soon as we... I don't even know how far it was, but oh no, it's cool. Is it cool? Yeah, it's cool. Fuck these guys. Come out. Alright, let me just eat. Please, let me eat. Alright, let's do this smile goodness as well. It's you, sir. How's our smile snapshot doing? Actually, it's been chosen for the very best smile award. Congratulations. What can I say? It's all thanks to you, my very own smile sensei. You seem like you'd be a perfect fit for our next smile intern. Not gonna happen. Oh, come on. Well, you're welcome to submit an application if you ever change your mind. In the meantime, I'll be doing my part by greeting every guest with the biggest smile I got. Don't go. 37. 13 more guys to go. Oh yeah, secret menu, cool. The legendary smile set. If it doesn't fix your smile in place, then it doesn't belong in your face. Now then, how can I help you today? To here. Damn. Oh, it's fucking full. I'm on full health because I fucking die. Damn, that's one way to get the full health so easily. Alright, Genda. Oh, how's that thing, you know, items going? No disguise. Yeah, stamina X. Got some kits that we could do. Let's just put the medium kit there. Fine. Alright. A meeting with Okubo. Mm.
どうした八神。3年前の裁判資料を見せてもらえますか。創薬センターでの件です。これから大久保新平と面会しますんで。え、なんでだよ急に。わかりました、資料は私が用意します。悪いね沙織さん。 Damn, Genji's like, what the fuck's going on? What's all this for all of a sudden? どうですか八神さん。ん、お、ありがとう。Damn, I could use. I'm assuming that. I don't even know. Isn't that Shintani's place? こっちも必要かと。いや、それは。大久保新平と話すなら、見といた方がいいと思います。必要なければ置いといてください。後で片付けます。Take a look, Yagami. You gotta fight. Gotta see it.Pick it up right now, Yagami. We must see. Terasawa Emi, 事件当時26歳。2015年12月2日23時ごろ、火災後のアパートの階に焼死体となって発見。胸部には生前刺されたとみられる傷が15箇所確認。死因は失血死。気道にすすがないことから煙は吸っておらず、つまり火災前にすでに死亡していたとみられる。警察は被害者の同居人大久保新平を現行犯逮捕。凶器とみられる出刃包丁からは同人の指紋が検出された。 Starts to be a kitchen knife. また援助中のアパートから消防隊に救出された際、大久保は酩酊状態にあった。大久保さんは異常者じゃありません。6年前に暴力を振るってからは一滴もお酒を飲んでません。しかし大久保は飲酒した記憶はなく、目が覚めたら火に包まれていたと供述。そして逮捕直後から一貫して Isn't that the most sus part? No? ヤガミ、 How about fingerprints? どうしてもやんなきゃならねえのか、大久保との面会は。ええ、そうみたいです。何のために。3年前の創薬センターの事件で大久保が本当に無実だったか、その真実を確かめるため。そんなことがちょっと面会するだけでわかるのか。さあ、でも彼とはいつかまた会わなきゃって気はしてたんです。大久保新平は確かに俺の弁護で無罪になりました。でも潔白を示す動かぬ証拠を見つけたわけでもなかった。あの無罪は大久保が黒とは言い切れないってだけの判決で、彼の周囲にとってそれは結局灰色の決着だったようです。大久保は職場に復帰もできず、ネットには住所も個人情報も晒されてました。ああ、彼はほとんど外出もできず、夜寝るときは毎晩睡眠薬に頼った。でも俺はそんなこと知らなかったし、興味も持たなかった。そして大久保はある日、ずっとやめていた酒を飲んで恋人に包丁を。お前はそれを自分のせいだと。Why did Shinpei Okubo kill Emi Tosa? If it's anyone's fault. Damn. 俺が殺人鬼を無罪にして、そのせいで寺沢恵美は殺された。思い上がったんじゃねえぞ、若造。20年前、お前の親父さん
八神弁護士の最後の裁判覚えてるよな。ええ、忘れもしません。親父さんが弁護したのは15の女の子を乱暴して死なせたって犯人だった。日本中が死刑で当然だと声を荒げた中で親父さんは無罪を勝ち取った。その時殺気だったマスコミの取材に八神弁護士はこう答えた。弁護人の務めは真実の解明ではない。検察が人を裁くに足りる証拠を揃えたか、それを見極めるだけだってな。あの状況で毅然とそれを言ってのけた。そりゃすげえ勇気だ。そういう強さを見てお前も弁護士に憧れたんじゃなかったか。きっかけはそうでした。でもあの裁判の後俺にもいろいろありましたから。ああ、親父が無罪にした被告人はもしかしたらやっぱり黒だったのかも。釈放後すぐ姿をくらました。すると怒りの矛先はそれを弁護してた親父へ。そして俺の両親は被害者だった少女の父親にめった刺しにされた。それでも親父さんは弁護士として何も悪いことはしちゃいねえ。真実を見つかるのは俺らの義務じゃねえし、大体そんなもん神様でもねえ限り無理なんだよ。お前も大久保を無罪にした時、弁護士がやれる限りの仕事はきっちり果たしてた。俺が保証する。お前も何も悪いことはしちゃいねえ。先生の言ってることは正論です。でももし自分の弁護のせいでその後知ってる女の子が焼き殺されたかもしれないとしたら。何？もし先生が俺の立場でもそれは正論だから、悪いことはしてないから仕方ないことだって片付けられますか？いい加減にしろ。お前はいつまで過去を引きずる気がするんだ。 Damn, his voice is like going 生きてる限り。 What happened there?Oh, damn, we got a call as well. Well, it's true. How is Yagami gonna feel? Yagami da. Hoshino desu. Okubo Shinpei to menkai dekimasu. Shichifuku dori nishi no takushi noriba de ii desu ka? Boku mo ima kara mukaimasu ne. Wakatta. Arigato. Okizukai. Arigato gozaimashita. Ore ga ii te koto wa...もう全部言った。どうせ聞きやしねえって分かってんだろよ。源田先生。ん？真実を神様だけに預けていたから俺は過去を引きずったままなんです。Damn, we're actually gonna go into it, eh? Oh shit, we got a diagram here. Pretty small ass diagram, what the hell? Is that what the room was like? Exit, bathroom, bedroom. Contains his fingerprints. Matches, damn. It's time. Time to do this, get out of the way.Where am I going? This way. I'm running for it. Oh, Yagami-san, this is here.
Okay, damn. Kind of like automatically walk, like ran to him. I don't know. What happened there? Alright, detention center.